それしかないですよ。あの試合って何？2017年のホーム轟き最後の試合で、はい、コミアルディジャ戦ですね。その試合は竹岡選手は スタンドで見てましたけど、だから僕はスタンドだったのか、スタンド上で見てたから、はい、だから携帯で鹿島と岩田かな、岩田の試合をみんなでこう目の前に置きながら、ピッチをみんなで見てて、でえこれえあるんじゃん、これあるって、いや鹿島でもみたいなのを上で言いながらそわそわして見てました。まあ、その時の状況をお伝えすると、基本的にフロンターレはもう前半開始早々阿部ちゃんがミドルスを決めて、そうはい、この写真、うわ懐かしい、別人じゃないですか、もうチャラチャラしてますね。いやでもこれ金髪じゃないんで、あれまだちゃんとしてる時、まだちゃんとしてる時、あの僕この前の年とかずっと金髪やったんで、はい、この間庄司さんに言われたんですよ、久しぶりに会った時に、はい、一番最初に会って、はい、今までいろんな選手見てきたけど、はい、一番最初に髪の毛の色で注意したのはお前と健太だけやって言われました。カノケンタ君ね、はい、金髪多分ダメなんですよね、このクラブ、このクラブ、はい、どうダメなんでしょうね、多分ダメなんですけど、多分ダメだったらね、僕と健太だけ金髪許されてたんで、あ最初から金髪だったから、わかんないです、でも2人とも最初ちゃんと染めてるんですよ、暗い色に、あ、いった染めてた、染めてた、染めてた、見てよ、ほら、あ、本当だ、本当なんですけど、1年目の在籍終わる頃にはもうやっぱムズムズしてダメで、翌年にはもうドキンポスになってました。それは庄司さんなんか言ったの、言われたかった、金髪に近くなってくると、あーそろそろやなって言われて、色をシルバーとかグレー入れてくると綺麗やなって言われてました、はい、まあね、はい、面白いね、だから翔吾があの色した時、多分知ってる方は知ってると思うんですけど、はい、その時何も言われへんかったなっていうのを僕は心の中で思ってたので、あ、谷口翔吾、はい、今日来るじゃないの、あいつ多分、どうなんですかね、だって今週フロンターレの練習、練習してましたよ、はい、あの最近ツイッターの集合があっておすすめでめっちゃ流れてくるんですけど、サポーターが今すぐオファー出せっていうのをめっちゃ流れてくる、いや俺もね流れてくる、めちゃめちゃ流れてくる、俺もめっちゃ流れてくる、オファーを出せとかじゃなくて今すぐ帰ってこいっていう強めのやつが入ってる、帰ってきてもいいんだよみたいなのがめっちゃ流れてくる、ね、なんかガラガラのスタジアムで試合してるって話してましたからね、前のスタジアムでやった方がいいよってね思いますもんね。そのさっき言ってた話の次ですけど、はい、その結局 5-0 で勝ったわけじゃないですか。そうです、はい、で最後、まあ、鹿島がアウェーの準備を言い渡すスタジアムで、はい、で、まあ、0-0 のまま、あ、終わった直後に終わったんだよね。そうです、そうです、向こうがね、はい、僕もそれを見ながら見てました。もう全く同じだと思って、僕もスタンドにいたんで、でその時に竹岡さんは泣いたんですか。僕は泣かなかったですけど、やっぱりあの中村健吾が泣いてるっていうのが、おお泣いてましたからね、もうあれがもうやっぱなんですかね、焼き付いて離れない、それこそ僕なんて在籍5年ぐらいじゃないですか、うん、でサポーターの皆さんって多分ほんまにフロンターレの歴史をずっと見てきてはるんで、はい、まあ、多分なんですか、まあ、変な言い方すると僕が5年いたのよりももっと深い愛情でフロンターレを見ているから、あの優勝に勝るもんはないんじゃないかなって個人的には思う、そのドラマチックすぎた、ドラマチックすぎるからね、全てがあの年に関しては、なのでやっぱりこう何が印象って言われると、中村健吾がもう泣き崩れて立てなかったぐらい泣いたこの試合が一番印象だと思ってます。僕の時間配分が悪いのかよくわかんないんですけど、富山君全然喋んないって言ってた割にちゃんと喋るんで、時間がどんどん進んでて、あと3つぐらい聞かなきゃいけないことあるんですけど、時間がないんですよ。いや、コミが喋んないからって言うとか言ってたから大丈夫かなとか、全然喋りますね。喋れてますか。喋れてますね、さすが営業してるから喋れますよね。さすが富山さん、なんかその印象に残ってる出来事とか印象に残ってる選手か、何が喋りたいですか。いや、俺はコミ君書いた内容知らんで、俺に言われても、あの印象に残ってる出来事は、あ、多分
バス移動とかの、はい、なんか雰囲気みたいな書いてませんか。ああ書いてありますね、はい、だからこれっていうのよりも、はい、なんかその雰囲気です、チームの、うん、例えばのぼりとか、はい、イラさんとか、はい、基本みんなめちゃめちゃ明るいんで、はい、なんかうるさいもんねなんかどんな時もなんか悲壮感とかそういうの一切なくだから常に前向きな、なんかめちゃくちゃ笑ってた印象です。フロンターレの時そうです、はい、それが強いですね。今どうなんだろうね。今はまだ分かんないね、ちょっとまた。でもなんかのぼりに久々に会うと、はい、なんか多分のぼりもなんかこうチーム内でふざけれない立ち位置になってるっぽくて、もうなんか先輩とかがいると生き生きその時のなんか昔のね、下だったからね、なんかあ、そっか、今はちょっと大人ぶってんだ。いや、そんな気はしますね。間違いない。僕は竹岡君のあの質問は印象に残ってる出来事のレナードとのマッチアップというのが来たんですけどレナードってすごいあのめちゃくちゃすごい選手がいて、まあ、移籍しちゃったんですけど左利きでね、あいつやばかったもんね。やばかったっすよ、ね、ドリブルめちゃうまいし速いしで練習でね、いつも紅白戦でユウタが B チームだからそうです確実にレナードのマッチアップなんですよ、ね、俺も何回も見たことあるけどもうバチバチだよね練習なんか今やからこそ美談になってるんですけど、はい、全然美談じゃないですからねあれ。どんな感じなんですか。いや考えてみてくださいよ、はい、その毎日ゲームするのに、はい、前の4枚が大久保嘉人で、はい、中村健吾で小林優で毎日レナトなんですよもうマジめんどくさいよ他の J リーグのチームって言っても年に 2,3 回しかしないじゃないですか。あ僕らそれあの300日以上相手しなきゃいけない。あそれは一体強くなるわ。はい、もう本当にただのいじめですいやでも その時のアナック味強烈だね。でボランチに大島亮太いるんですよ。出た、はい、ここにも書いてますけど印象に残ってる選手は大島亮太ですか。そうですね。だからピッチ上で何回こう亮太にボール渡して、まあ、今もそうですけど、はい、まあ、簡単に前向いたりなんかさらってやるじゃないですか、はい、あの難しいプレーを。結構難しい局面で前向くもんね、はい、あれをだから目の前本当にこれぐらいの距離とかで見てるんで、はい、気づいたらこっちであっうまっうまっ試合してるのに自分が傍観者みたいな感じで本当にあの1メートルぐらいの距離でお金払って見るようなプレーを目の前で見てたんで、うん、まあでも確かにそうだね。小宮山君はその印象のことで選手だと誰なんですか。結構いますけど、まあ、ジュニーニョとかテセさんもそうですし、ユートもそれこそその1対1毎日見てて全然負けてなかったんで。いやそう負けないんだよねそうレナトのことはすごいと思ってたけど、はい、ユートのこともこいつすげえなって思ってました。おセスシあとでも田坂がいたじゃん。ああ田坂すごかったでしょ。あの子の田坂すごかったです ねだって田坂がいた試合出たら全然違うもんね。ドイツ行く前とかそう行く前右でも左でもどっちのサイドもバリバリできて速いしうめえしあの頃すごかったよね。田坂も印象的かなり印象的ですね。その時健吾さんがちょっと怪我とかでいなかったんですけど。そうだね結構いなかった。田坂がいるといないじゃん全然違うチームになっちゃってましたし、はい、だから途中でいなくなっちゃうのちょっと引き止めたんですけどドイツ行ってねいっちゃいましたけど、まあ、今はねスカウトやってますけども、うん、最後にあのフロンターレを外から見て感じたことっていうのをちょっとこれだけ聞きたいんで最後僕はどうですか。そうですね、やっぱりこう中から見るのと外から見るのとほんま景色違ったんで、はい、僕は翌年甲府に行って、まずサポーターとの距離がすごく近いのと、はい、基本的にあったかい。まあまあそうだね、こういう企画やるもんね、はい、はまあすごく感じましたね、はい、あとは、僕ちょうど連覇した時に出たんで、はい、選手のクオリティが死ぬほど高かったなっていうのを改めて感じます。あのチームに行くと分かるよね。はい、もうやっぱすごいんですよフロンターレって。練習のレベルがもうやばいもんね。紅白戦が多分一番レベル高かったですからね、あの時は。ああ、そうね、はい。まあでもやっぱり外から見て改めてフロンターレの良さに気づいたって感じですか。
そうですね、こうやってさらに、まあ、月日が経ってこういう風に帰ってきても温かく迎えてくれるファンサポーターの人たちばっかりなので、あ、本当そうだよね、本当ありがたいと思ってます。はい、ありがとうございます。小山さんいかがですか。まあ、今言った技術的なことももちろんそうなんですけど、はい、そのなんかメンタル的な部分でも、はい、みんなもすごい前向きなんで、はい、今仕事しててもなんか誰が他の仕事行っても絶対成功するだろうなみたいな人はいっぱいいた印象はあります。ああ、でもそう、わかるわ。みんなやっぱりね、キャラクター濃いけどちゃんと自分持ってて、で、喋りごっぱい。そうで、なんか自分引退して何年も経ってますけど、引退して終わりじゃなくて、まだそのなんか、なんていうんだろうな、引退した後もフロンターレの一員として感じさせてくれるみたいな、なんていうか、あったかいチームだなっていうのは感じます。はい、よかったです。では、最後に今後の活動の目標から皆さんにメッセージいただきたいんですが、竹岡さんいかがですか。そうですね、まあ、僕は少し前にも記事したりとかしてるんですけど、まあ、実際に、川崎フロンターレを、まあ、メディカルサポートさせていただいている会社で働いているんですけど、はい、まあ、僕自身すごく怪我とかも多いアスリートだったので、はい、まあ、ありがたいこと12年やりましたけど、まあ、人生で見るとすごい12年というのは短い時間で、まあ、その中でまたピッチに立てる時間というのもすごく短いので、まあ、一人でも多くのアスリートが痛みとか怪我とかがなく過ごせるようになってもらいたいなと思うので、まあ、そういった意味で、まあ、引き続きアスリートのサポートをしていきたいなというのが一個の思います。はい、僕は毎年大体竹岡君のクリスマスの店を俺が予約するのが僕の役目なんですよね。そうですね。それは続けた方がいいですかね。お願いしたいです。そうですね。でも、もう大体いつも僕と電話が来て、12月の10日ぐらいに、10日ぐらいに LINE してる気しますね。LINE して、はい、テスさん予約してもらっていいですか。テスさんちょっといいですか。みんなも、ケンゴ俺も鉄六って呼んでますから。いやでも、ケンゴも俺に予約してると思って、美味しいお店しか知らないんですよ、この人。まあ、それ仕事ですから、ね、それも仕事なんで、はいはい、じゃあまたご飯食べ行きましょう。ぜひ。そうですね、もうぜひ。じゃあもうちょっとしたらもう一匹増えるんで。あ、そう、お子さん生まれらしいんですよ。はい、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。はい、はい、お祝い待ってます。すごい目線合わせてきた、はい、皆さんお祝い待ってます。はい、では小山さん、今後の仕事も、そしてメッセージお願いします。今サッカーから離れて全然違う仕事してるんですけども、はい、今までサッカーで学んだことがすごい生きてて、例えばやっぱりなんか目標を決めるところから逆算して、うん、今の立ち位置をちゃんと考えて、あ、なるほど、一日ずつ着実に進むっていうのは、はい、まあ、ずっとちっちゃい時から今思い返してやってきたこと、はい、今すごい生きてるなと思ってます。いやー、そりゃそうですよね。今後はどうしたらいいですか。まあ、今やってることをとりあえず頑張って、で、まあ、ちょっと船橋なんで遠いんですけども、はい、皆さんに頑張りが届くように、はい、今の事業を伸ばして頑張っていきたいと思ってます。もう川崎市長作れよ。確かに、確かに川崎市長作った方がみんな買ってくれるよ。みんな買ってくれよ。間違いない。で、まず言うと転職ですか。ああ、ありだね。え、変えんってこと。大丈夫、伊川がいるから。あ、確かに伊川同じ仕事する、似たような仕事します。ちょうど伊川いるやん。伊川に、伊川にいるからいいやん。すいません。あれ、さっき歩いてたから。あそこいる。体重が97キロだったの。やばいよ。まあ、それにいますから、ちょっと見てあげてください、その体重の増加ぶりをね。はい、びっくりするぐらいフォルム変わってましたね。変わってた。滑覆が良くなってた。はい、ということで、ちょっと残念ですけどね、お時間来ましたので、皆さん、最後にこの小宮山貴信さん、そして竹井優斗選手、選手じゃない、さあ、大きな拍手お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ブースにいますんで、はい、よかったら写真皆さん後撮りに行ってください。はい、いつでも写真撮ります。はい、じゃあ、ステージからお願いいたします。はい、小宮山さん、最後なんですけど、現在、レアルマドリードの参加権がまだちょっと余ってるみたいな。やばいぞ、やばいぞ、やばいぞ、やばいぞ。ちょっと告知をお願いします。告知を、まあ、伊賀さんがいるんで、なんとか盛り上がると思います。ああ、伊賀、はい、伊賀いる今。いや、こいつサボってんな。でもフォルムでかいからすぐ分かる。すぐ分かるはず。
いや、あの、ぜひ皆さん、ブースの方にこの後行ってください。よろしくお願いします。お願いします。はい、以上、ロサイドバック立役者トークショーでした。ありがとうございました。ありがとうございました。